サージする。スーちゃん、この敷地の跡って。ああ、世話になった宿か。言葉にならないな。この辺は確か小さな市場があったはずや。最初から何もなかったみたいに。こんなのって。えへん、任せて。そして、あそこが爆心地だろうな。そしてブラッド君の最後の。サージする。Thank you.
ケビンさん、改めてお願いが。ほらケント、アニーも早く来いよ。待ってよラシカル兄ちゃん。メラもおいで。間違いない、クレイユ村だ。通常動力通信、無線動力ネットワーク、合わせてMK の衛星通信波も検索開始。3系統から検知成功。対ハッキング用検知プログラムも同時起動。問題なし、問題なし、問題なし、問題なし。現在時刻と位置座標を確認。必要歴1208年10月15日11時45分。カルバード共和国、ビシー郡、クレイユ村。ルーファス、ナディア、スイ、ケビンもどこに行っちゃったの？サーチするわ。同じだ。前に来た時と何がどうなってるの？お、いたいた。ケント、自分で捕まえてみろよ。うん、頑張る。二人とも気をつけてね。転んだらびしょ濡れになっちゃうよ。前、遊んだのとは違う子たち。アニーにケント、ラシカル、1年と数ヶ月分大きくなってるんだ。あ、こんにちは。うわ、旅行者のお姉ちゃん。俺たちよりちょっと年上。あれ、
でもどこかで見たような。あ、言われてみればその左右の瞳の色って去年遊んでくれた。私はこれって夢？でも行ったことなかったけど、リンゴさんから聞いたのと同じ。また新しいお姉ちゃん？おお、ラピスさん？どうしてマリエルが？ナディアたちはどこなの？わかりませんよ。でもここクレイユ村ですよね。なんだなんだ。旅行者みたいだけど。すみません、お騒がせしちゃって。前にも見た過去詩。もしかしてこれは。おお、おったぞ。ラピス、いつの間に。みんな。え、今のって夢？もう心配したよ。いきなり目の前からいなくなって。マリエルさんもね。それで手分けして探そうとしてたんだけど。そうですね、5分くらい経っていると思います。まるで神隠しのようだったが、一体何があったのかね。それは、順に説明するね。去年の10月15日、9ヶ月近く前の日付ですか。反応兵器が爆発したちょうど1ヶ月くらい前かな。しかもラピスちゃんだけやなくて、マリエルちゃんも同時にか。過去に言っていた。本当にそんなことがあるのでしょうか。何らかの改ざんの可能性はある。でもログもちゃんと残ってるわ。あの子たちの声も息遣いも本物としか思えなかった。そっか、もうあの子たちはいないんだね。やっとどういうことなのか分かった気がする。そうか。ラーちゃん、ラシカル君だけは無事だけどね。不幸中の幸いっていうにはあまりに悲しくはあるけどな。そっか、無事だった義士の女の人もいるみたいだけど。あ、11時55分だ。発射時刻の1時間前、そろそろ実況が始まりますね。ああ、ちょうどいい頃合いやろ。そっか、行くのね。うん、ペリちゃんたちも行った丘陵の一番上にね。できれば発射前にたどり着いて話を聞かせてもらいたいからな。あと、過去にシフトする直前、あっちの高台が白く光るのを見たよ。多分例のレプリカじゃないかな。そうなると用意しはった人が待ち受けてるのは確実やろね。そしてエルザイムの方々に、守護騎士のお二人もきっと。そのさっき言いかけてあんなことになっちゃいましたけど、できれば私も。悪いけど。いや、構わないのではないかね。
って、ルーファスさん、我々はサルバットで彼女に誓ったはずだ。何か分かったら必ず教えると。何か分かったらちゃんと教えるから、そのくらいいいよね、ケビンさん。ああ、約束する。可愛い子ちゃんには弱いんだよな。そして発射が近づいているためか、何かが不安定になっているようだ。そんな中、ラピスが訪れていた過去に彼女も迷い込んだ意味。ブラッド君の代わりかどうかはわからないが、立ち会う資格があるのではないかね。たく、確かに思わへんでもないですけど。で、マリエル・エーメキシャ、目背けたくなるような場面を見届けることになっても構わへんならやけど。はい、それでも連れて行ってください。うんうん、決まりだね。ま、このメンツなら道中の心配は無用だろうしな。一緒に行こう、マリエル。ありがとうございます、皆さん。頑張れというのは筋違いかもしれんが、それぞれ悔いのないようにな。気をつけてね。あと打ち上げはちょうど南東だから。エイドスのご加護をせめて見届けさせていただきます。私は天上聖母の導きを。リーシャもよろしく頼んだわよ。ええ、任せてください。今日この日、皆様が赴かれるのはアルーシャの采配にも思えます。おそらく闇を覗き込みながらも前へ進み続けた皆様にしかかなわぬ役割。そしてそれは博士も同じなのでしょう。どうか運命を知る方に皆様ならではの言葉をぶつけていただけると。皇女様、うん、わかったよ。やれやれ、どこぞの女公爵さん並みに末恐ろしい娘はんやね。期待には添えへんでしょうけど、俺なりの流儀は貫かせてもらいますわ。多勢だ。こうして歩いてみるとやっぱり景色が全然違うね。マリエルさん、大丈夫か。いろいろな意味でしんどいと思うけど。大丈夫です、なんとかついていきますので。くらえや。こんな時リンゴさんはきっと、うん、あくまで私がやりたいことのためにも。うん、その息だよ。なあちゃんたちもサポートするから。お宝発見。
せ怖そうな相手やね。ほな始めようか。お宝発見や。あら、なんやえらい綺麗な調べやね。高台からのようだな。歌っているのって、それにこのメロディー、どこかで。あそこにいるの。行こうか。一息つけたな。ありがとう皆さん。拙い口ずさみでしたが、終わるまで待っていてくれて。いや、とんでもないですよ。結局花を捧げることもできないままとなりゃ、この地に眠る人々へのせめてもの手向けとして、むしろ機会を作っていただきありがたいというものでしょう。そのあたりはあなた方も僕たちと同じみたいですしね。ああ、炉を祈りを捧げたもんかと、後世では途方に暮れてしもたからな。往年の名歌手ドミニク・ランスターの定番のナンバーだったか。はい、教会のミサで賛美歌として歌われることもあるみたいですけど。ええ、祖母から母、母から娘へと思いが受け継がれる歌。ドミニクさんは素晴らしい歌声でこの歌を世に出してくれましたが、もともとのメロディー、そして歌詞と編曲を手掛けたのは別の人です。原曲を手掛けたのは革命家の一人、芸術家アラミス・ゲンズブール。そして歌詞と編曲を手掛けたのは、幼いドミニクさんにシャンソンを教えた人物、晩年のシーナ・ディルクその人でした。あの老婦人が歴史上の人物に。100年前の民主革命の立役者にして、共和国としてのカルバード建国の母、およそ半世紀前に80歳で亡くなったとは聞いていますが。その様子やと、初代はシーナ藩と随分と親しい関係だったみたいやね。当時ドミニクさんは天涯孤独、窃盗や空き巣などを繰り返していたようですが。シーナさんはそんな彼女の心を解きほぐし、歌という新たな道を指し示しました。そしてもう一人の人物がドミニクさんに別の可能性を示すことで、代々受け継がれる、華麗にして世を正す二足のわらじが生まれたというわけです。怪盗グリムキャッツ、まさかそういう始まり方だったとは。それはともかく、この中じゃ初対面は俺とルーファスさんくらいか。改めまして、七王教会のケビン・グラハム言います。ルーファス A です、吉名に。ま、
あなたのことだ。バベル事件以前から我々のことは把握しているでしょうが。ええ、エリュシオンの誕生と暴走、管理人格による消去に至るまで、あれは重要なターニングポイントでした。この最終局面を導く短所という意味で。ほう、あの事件を最初からおばあちゃんが。結社のあの博士も何かを知ってるような口ぶりだったが。うん、事件後に精神のプロテクトを突破した MK の技術の源泉を探ってるみたいだけど。バベル事件はともかく、どうやらあなたも晩年のシーナと面識があったわけですか。おそらくそれ以外の関係者全員とも関わる形で。ええ、共和国政府の依頼でタワーの設計に訪れた私の師であるクロード・エプスタイン先生、そしてその助手として私、さらには先生の娘さんであるリリア・エプスタイン嬢も、全員が半世紀前の関係者といえます。シーナさん、この先生に言ってくれよ。測量の手伝い程度の例でこんな高そうなからくりをガキに渡すんじゃねえってさ。頑張って案内したみたいだし、遠慮なく受け取っていいんじゃないかしら。そうですね、今後の都市計画も踏まえた全ての条件を満たす立地だったかと。ああ、君には本当に感謝している。それをどう使いこなすかは任せるよ。そうだ、整備方法も教えておかないとね。ねえねえドミニク、またあのかっこいい猫さんになってくれない？今のはやはりそのアルターコアの力。タコッシ、いや、お嬢ちゃんたちと同じく過去に一瞬だけ入ったんかな。あ、多分そうだと思う。ち、聖女さんの目ともまた違うってことかよ。おそらく場の記憶ではなく過去そのものを見たのでしょう。ええ、今の会話は57年前の首都郊外でのやり取り。ドミニクさんがエプスタイン先生から原野のコンパクトをもらった時ですね。当時助手として先生に同行していた私はシーナさんやリリアさんと同席していました。そして皆さんは過去を覗き込む形でその会話をリアルタイムに目撃したのです。私がゲネシスのレプリカとして設計したそのアルターコアの力によって。やはりあなたがその装置を。まあ分かってたことではあるけど、だが過去や未来への干渉なんて因果率を考えればどうあっても不可能や。残滓などの存在も含めてその不可能を可能にしている最大の理由、それこそがまさに佳境を迎えているグラムハート大統領の計画というわけかな。はい、その通りです。大統領の宇宙計画レーバテイン計画はおそらく必要不可欠なプロセスと言えるでしょう。実行されなければこのゼムリアという世界はほどなくして終わり、そして始まる。それでも人の魂が失われるわけでないなら、ある意味で福音と言えるかもしれません。しかし多くの人々はそれを望まないでしょう。ならば民主的な手続きで選ばれた大統領が取る選択肢は一つ、人の力と意志による解決。私はあくまでそれを見守り結果に備えているだけに過ぎません。そう、
全ては保険だったのです。エプスタイン先生が残した遺産を共和国の各地に少しずつばらまいたのも、天文台やサルバッドでこのレプリカによる女神の摂理を犯す実証実験を繰り返したのも、アルマータという純粋悪に遺産が渡るのを知りつつ座死したことも、リンゴ・ブラッドさんの危機に気づきながら彼の使命感につけ込んで、亡くなった後も第八の動作確認に最後まで協力してもらったことも、全て。そんな、マリエル。だったらあんたはエースの利用やラピスが奪われたのも知っていたことになる。さすがにそれはラトウヤおばあちゃんでも見過ごせないかな。ええ、当然でしょうね。ちなみにそのレプリカがうちらの新入りの片割れに渡った経緯とか、甲冑や人形が箱舟から消えた理由とかも心当たりありはる？いえ、そこまでは。ですがあなたの昔なじみの一人が動いているのは間違いないでしょう。なるほどね。しかし本当にいけずなお人やわ。ちっ、こっちも問いただしたいのは同じだが、それでもケビン、おめえを近づけるわけにはいかねえな。博士には各地の人道支援などで僕もセリスさんもお世話になっている身、あなたに役目を簡単に果たされても困るんですよ。我がエルザイムも同じ、コートの緑化など返しきれないほどの体温がある。そこに女神に逆らううろんなからくりが果たしてあるのかは気になるが、それは改めて詮議すればいいだけのこと。止めさせてもらうよ、グラハム卿。スウィン様にナーディア様、それ以外の方々もご容赦願います。もしかしてアルターコアからのブースト、僕たちの成婚まで。おい博士、そいつは余計なお世話だぜ。あなたの名誉にも関わる、どうか我らに任せていただきたい。いえ、オリジナル同様あくまで状況を判断し作動する装置です。これで五分と五分なのでしょう。私はどうなっても構いませんが、現在12時40分、ほどなくその時となります。私への断罪も含め、それまでに決着を。どうしてそんな。度胸してはりますな。もはや是非もあるまい。まずは一旦白黒をつけようか。守護騎士第5位、これより下方狩りを開始する。神話にて相反する国民よ、走る空の清掃、うがて時の魔法、その総国をもって全てを滅せよ。さすがの猛者たちだ。アスバールの未来、おいちょ、上限解放です。アスバールの皆にかけて、シャドウコマンド発動。
雷戦よ、我に宿れ。おお、ほとばしれ最下カルシルバー。やりやがる。やれやれ、手こずらせてくれますね。通じなかったか。護衛官の責務は何としても。深く。この子らと遊んでくれへん？綺麗やろ。くそ、私はまだここで負けるわけには。あ、こんなもんやろ。少しはあいつに近づけたか。クソが。聖女殿の目との合わせ技、さすがに反則じゃないですか。やれやれ、力を借りても及ばないとはね。殿下、お下がりください。協力できるのはその手前までだ。問答無用というなら俺たちにも考えがあるぞ。たぐ、だからガキどもを連れてくるのは反対だったんや。ラトーやハミルトン博士、ええ加減にしてもらいましょうか。あんたはおそらく利己的な人やない。だが間違いなくゼムリアの敵で悪人や。それは自分でも分かってはるんでしょう。ええ、もちろんですとも。そんな風に確かめて先延ばしをしてくれるあなたよりは。後ろだ。重い。あら、もう。やれやれ、あまり遊ばれては困りますね、博士。我らとて定かではないに、どうか恩義を大切にされることだ。まさかあなた方がこちらにいらっしゃるとは。こいつら、アークライドたちがやり合ったっつ。斬死の腹手ですが、この尋常ならざる気は。ラトーヤさん、始まるようです。わかりました。では現地を移しましょう。バン、ジェスヌフ、ジェスユイット、ジェスセット、セーズ、ケンズ、カトールズ、トレーズ、ドゥズ、オーンズ、ジェスヌフ、ユイット、セット、シス、トロワ、ドゥ、アン、ゼ。13時ちょうど。果たして剣でユリカゴを壊せるのか見届けさせてもらいましょうか。良い成果だ。評価ランク更新だ。確かに受け取ったね。上出来やな。ま、喜ぶほどのもんじゃないさ。